Yes, a dilemma indeed. 本当にジレンマです。でもそれがフィリピンの現状です。15世紀16世紀はヨーロッパでも探検が始まった頃で、啓蒙時代の始まりでした。科学が進み、西側の国の人々は世界中を探検していました。それによって地球が丸いことが実際に分かり、マゼランがフィリピンを発見し、以来300年以上にわたってフィリピンはスペインの植民地になってしまいました。ですからスペイン人がヨーロッパ的なものの見方や生き方をフィリピンに持ち込んだのです。ギリシャやラテン文化を基礎に持つキリスト教的な考え方も入ってきました。フィリピン人という言葉ももともとアジアの言葉ではありません。ラテン語です。フィリピン人という時、実はラテン語を使っているのです。ですから現代のフィリピン人は日本にも大勢来ているからご存知だと思いますが、キリスト教的な考え方を持っています。音楽についてもキリスト教的な西洋の音楽が持ち込まれ、古来からある音楽と混ざり合い染み込んでいます。フィリピン人なら誰でも知っている伝統的なラブソングが何曲もありますが、ギターの伴奏で歌われます。西洋音楽が南米に入った時と似ています。アフリカ音楽やインディアンの音楽が基礎としてあり、西洋的な音楽が演奏されたのです。これはフィリピンの事情とよく似ています。現代のフィリピンの音楽はこのような基礎の上に立ち、土着の楽器や竹製の楽器を使った音楽が 10% 混じって出来上がっています。それにご質問の件ですが、私の調査によっても分かりますが、私たちはアジアの音楽、インドネシア、マレーシア、中国、日本といったアジアの音楽に取り囲まれた状態にあります。こういった音楽を結ぶある種のラインがあるのに私は気づきました。基本的な要素を調べ、それぞれの構成に見られる共通性を研究することが大事なんです。アジアの音楽を形作っているものは何か、ガムランやタイのオーケストラの P パート、日本の雅楽、中国や韓国の雅楽、あるいはベトナムのナナーク、これらには共通の要素があって、一つのグループとしてくくられています。マセダさんは作曲家としてはこれからまだたくさん、いろいろ構想が終わりと思うんですけど、すぐに、これからすぐ目の前の未来にですね向かって今作曲を始めているものはありますか？次の作曲に関するアイデアはあります。まだ実行には移していませんが、これから作曲していきたいと思っています。実際に今私がしているのは研究です。先ほど申し上げたように、アジアの中の音楽を結ぶある種のライン、音楽のリンクを学生たちと一緒に探しているのです。拍子を4つ数えることとか、五音音階とか、そういったことです。仏教音楽まで手を広げていますし、日本に関しては雅楽を調べています。それぞれの音楽を結ぶ要素を見つけるために、さまざまな音楽形式のものを調べているわけです。そうですね、やはり壮大な構想のもとでアジアを
の過去と現在を見つめて、そしてその中でリンクを探して未来に向かっていこうという素晴らしい姿勢が伺いました。今日は本当にありがとうございました。Three parts, you know, one is circling, one group is circling, and they are not together, but it is very well that they are not together. 一つの要素はお聞きになったようにそのぐるぐる回ってるもので、それで、やっていることはこう一緒にはなりませんでしたけども、それが非常に良かったですね。